VHCS プレゼンツ BJJ ウェブ、はい、橋本喜也です。今回ゲスト、はい、中村圭太郎です。はい、内山駅です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回ね、もう今回で3回目ですかね、あのアンドロールキャンプのこのオーシャンパラダイス、あれ2回目だ、2回目ですね。このビーチでの公開収録ね、あのね、このカメラの向こうには人がもう満載でいるんですよね。もうすごいね、このまばらな感じがいいんじゃないですか。はい、そんな感じで何もね、あの内容も決まってない中、見切り発車で始まりました。はい、で今回中村圭太郎くん出てきてくれましたけども、で俺と圭太郎くんの関係というか、もともと小岩在住ね。そうですね、地元が小岩でした。そうで、よくあの街中で偶然会うっていうのはね、本当非常に多かったですね、当時は。駅で、そう、終電間際に、そう、あ、そうだ、会うことが多かった。で、お茶の水で乗り換えの時に会ったり。そうですね、そうそう、ミューズで帰る時に、で多分 K さんも、そうです、研修会の練習終わって、そうですね、お茶の水で、そこで会って、小岩駅で1時間ぐらい立ち話して。え、そんなことあった。まあでも1時間は言い過ぎです。ただまあちょっと話してちょこちょこ会ってって感じですね。知り合ったのも結構前だと思いますけど、はい、ね、まだで当時はね、小岩ローカルスターって言ってましたけどね、今や世界にね行きましたからね。 USC ファイター。いやいや、 USC 何戦してますか。 USC 全然見てない。見てないです。だから何戦してますか、 USC。 USC 全部で言ったら9戦。お、そんなにしてる。一応9戦します。成績の方はあんま言いたくないですね。おっと、いや、前回っていうか10年前ぐらい、10年前じゃ、そんなに前に UFC 出たんですか。10年前に出た時に参戦して3連敗全部負けて、お、残念。で今は6戦、再契約してから6戦して3勝3敗です。ああ、じゃあトータルちょっと巻き越しな感じで。そうですね、ただこれからまた試合もありますね。試合も決まると思います。はい、じゃあそんな UFC ファイターの中村圭太郎さん、はい、ということで、で要は柔術を、もう今は茶帯ですね。茶帯です。だけど MMA をやって研修会で、でその時に柔術始めたんですか。柔術、そうですね、研修会、まあ、所属しながら。でその当時で柔術始めたのはいつぐらいですか。 MMA だ、なんか研修会のイメージだけど、 MMA のジムで農技で技を着てやる練習があんまりなかったっていうのをすごい聞いてたんですけど、その状況どんな感じだったんですか。もう全然柔術道着着てやる練習はほとんどなかったですね。そういう時間がなかったですね。で農技ばっかり。農技ばっかりですね。どのジム研修会系列の支部も農技ばっかりでした。でそんな圭太郎さんが柔術始めると思ったきっかけは何ですか。その MMA をメインにしてるわけじゃん、はい、けどその中で柔術を練習取り入れようと思ったきっかけというか、先輩の磯野さんがやっぱり、あ、現頂き柔術代表、磯野源さん、はい、が柔術出ていこうとか、大会に出ていこうとかする流れとか、あとはまあ柔術やりたい人たちを研修会の中でもまあ募ってというか、まあ人たちがいたんで、その人たちで集まってやってたのが始まりで、そこからその人たちも引き連れてというか、まあ、あの頂き柔術で独立してやって、そこに行ったりし始めたところ、うん、じゃあ研修会の中の柔術クラスっていうのはあったんですか。まあ、ほとんどなかったですけどね、そうやって最初できたみたいな感じですね、うん、じゃあその MMA の試合に やってる中でもう明確に柔術をやろうっていうなんか目的だったわけでも、なんかたまたまクラスができたから合流したみたいな。そうですね、そういう感じもありますね。その今まではその農技と MMA やってる中で柔術を練習に取り入れて、なんか自分の MMA の中で変わったこととかってありますか。うーん、すごい影響あったと思いますね。どういった部分に。なんだろう、細かいところがまあ、言葉で説明されたりとか、うん、知ってなかったんで、うん、
なんとなくみたいな、まあ、そうですね、先生が、まあ、いないみたいな感じだったんで研修会は、お互い、まあ、スパンの中で強くなるみたいな感じで、じゃあその例えばテクニッククラスみたいなのはなかったんですか、研修会。一応あったんですけどね、なんかその時は誰が教えてたんですか。うん、まあいろんな人が教えてましたよね、あんまり有名じゃない人もいましたし。でその中村圭太郎、MMA にやろうと思って入ったわけじゃん。その時の、はい、先生っていうのは誰だったんですか。この人に一番よく教わったっていうのは。あんまいないです。あんまいない。じゃあもう独自に作っていった。みんなそんな感じでしたよね。まあお互い、まあ多少教えあったりはあったけど、そう、パラエストラとかもそうじゃないですか。MMA の選手たちって。あ、まあ確かに。あの特に千葉系とか。あ、スパーリングばっかりしてみたいな。いやけど MMA は松根くんがいた頃は松根クラスが結構細かい。松根くんがそのやっぱり中心になって指導をやってて、でそこから出てきたのほら扇久保とか。あ、そうですね、扇久保くんなんてあの松根くんの直系の生徒だし、で扇久保が入ってきた時は松根亮太を倒すなんつって結構生きのいいこと言って入ってきたんだよ。でその分では生きのいいのが入ってきたっつってそのすごい目をかけて育ててたっていう。だからあのパレストラの松戸とか千葉、まあ俺のイメージだけど柔術よりも MMA のイメージの方が強いし、だってほら内藤伸びたとか。そうですね、それまあ大木君もそうだし小山君もそうだし、で北田君もそうだし、なんか MMA の強豪はすごく育ってるイメージがありますね。その分ちょっと柔術の方はあんまり元気がないかなっていうのは勝手な印象だけどね。もともとパレストラの人たちってあんま試合コンペティブじゃないから試合に対して積極的じゃないっていうのはまず大きいんだけど、けど練習してる人たちはすごい多いんだけどね。みたいですね。そうなんですね。でその柔術の練習を取り入れ始めた頃でどんなぐらい練習したんですか。週に1回とか。そうですね、そんなに頻繁でもなかったと思うんですけどね。あとはあの柔術のドゥマーの多分団体戦に出たんですけど、その時は、当時はまあ頻度は結構多かったと思います。何年前ですか。もう結構前ね。もうだいぶ前です。4年前とか。多分唯一あのドゥマーが浜町体育館でやった時ね。あの時は確かあの IF プロジェクトが あれだプロ柔術、デラヒーバ対中井勇気をやるってなって、その日に大会のスケジュール入ってたからその日を外して、じゃあこっちの浜町体育館を取ったんでそっちの日に大会をずらしてくれっつってなんかやった記憶がありますね。でそこでダーシマでやってんだよね。そうですね。だからもう結構もう5年ぐらい前かな、紫帯時代。けどそれが唯一の試合の経験。はい、だからもう公式な大会という感じじゃないですけどね、団体戦だし。やっぱり柔術の試合には出ようっていう気持ちはない。いやいや出たいですね。ノギも出たいです。グラップリングも柔術も。で、ね、今はチャオビ。チャオビです。チャオビになったのいつですか。2年前ぐらいですかね。それ何かのタイミングがあったんですか。なんかこれがあって何か大会に勝ったとか。大会とか出てないじゃん。そうですね。でじゃあ なんとなくチャオビになったんですか。なんとなくっていうかそろそろいいだろう的な。わかんないです。とりあえずチャオビか。そうですね。だから10なんかでけど紫帯スタートなんだよね。そうです。上がったきっかけの大会があるわけじゃないです、ね、そう。その時誰が一緒に帯上がってたことありますか。特になし。特になかったですね。タイミングも別になんとなく中村圭太郎じゃあそろそろそうです、チャオビだみたいな。そう言っちゃうとあれですけどね。なんかでチャオビになってもう3年。3年ぐらいですね。じゃあそろそろ黒帯もどうかと。まあでも柔術で茶帯でなんか大会勝ちたいと思うんで、茶帯でっていうかまあ黒になる前にというか、ちゃんと成績を残したい気持ちもあるんで。だけど MMA 中心だからなかなかそうもいかないんでしょ。そうですね、それは良きところで出たいと。だから UFC の契約があると柔術出れねえとか。 UFC の契約あるとまあでいやいやあの試合が決まってなければ出てる選手もいるんで、グラップリングも。だから
そこは問題ないですけど、まあ、試合が決まりそうとかそういう話になっている時に出ちゃうとちょっと先延ばしにされちゃったりすることもあるんで難しいと。そうですね。だけどタイミングを見計らって出る可能性はあると。はい。農技も。農技も出たいです。けど農やっぱ農技の方が得意。そうですね。まあどっちかというと。はい。じゃ今日あのセミナーでプチセミナーみたいな感じでバックチョークとかやってたけど、あのテクニックっていうのも自分がスパーリングの中で作り上げたテクニック。そうです、ね。誰かが教わったわけではなくて。真似しようとかそういうのはあると思うんですけど、まあ細かいところまで教わったっていうことはそんなないですね。そういう例えば新しい技術、はい、あの教則 DVD とか見たりしますか。新しい技術をなんか覚えようみたいな。まあそんなないですかね。ベリンボロとかやりますか。ベリンボロとかやんないですね。やんない、はい、やらせない。ベリンボロって重量級の人もやるんですか。いややらないでしょ。僕ぐらいの階級だとやるんですか。ミドルぐらいやったらやるやつもいるっていう。中には少ないけど。少ないけど、だそれこそアンドレ・ガボーンだってやったりするから。ああ。まあやれないわけではないんだけど、別の試合ではそれをメインの武器。メインではない。メインでやってるのはやっぱ軽量級の選手。まあそうですね。だからそういう感じするんで、そんなっていうか全然やんないですね。ベリンボール。けどほら今新しいテクニックっていっぱいあるじゃん。はい。で呪術なんか特にそうで。ね、それこそベリンボロもそうだし、フィフティフィフティもそうだし、ワームガードもそうだし、ね、いろんなテクニックすんげえ出てくる中、そういう技術も練習したりはする、はい、一切しない、情報入れないとか。そうですね。知ってはいるけどやらないみたいな。まあ中には新しい技術もちょっとやってみようかなとか思うこともありますけど、うん、ベリンボロはやろうとは思ってないですね。あ、やっぱりワームガードとかも、まあ、ちょっと特殊な、うん、ちょっと農技では使えないじゃないですか。農技とか MMA の練習につながるような練習を技でギアリでもやってると。クラシカルっていうか、うんうん、な技術の方が好きじゃ好きですか、ね。まあ、そう、まあ、そういうテクニックの方が汎用性があるよね。そうですよね。そういう意味でも、うん、そこまで最新技術をやろうとかっていうあれはないですかね。もともと柔道ですね。柔道です。柔道何段ですか。柔道2段です。2段で、それ高校の時。高校の時ですね。高校までですね、柔道で。それから研修会。研修会です。高校卒業してから。高校卒業してからじゃないですよ。柔道引退してから。あ、じゃあ高校在学中からじゃあ格闘技始めた。はい。もう最初からもう MMA やりたくて入った。そうですね。中学の頃からあの外山新平っていう、ね、あ、新平ちゃん、はい、金谷さんもご存知の選手がいて、我が町小岩の。そうです。先に研修会入ってたんで、うんうん、研修会の秘密。新平ちゃん経由で入ったんだ。そうですね。だから研修会入ろうっていう感じで高校になって遅れて入ってって。でそっから、もう最初から MMA やりたかったの。やりたかったですね。当時はMMA って言ってたか。シュートか。シュート。そう。デビューはシュート。デビューはデモリッションです。あ、デモリッション。デモリッションって誰が知ってるんだ。今知ってますか、デモリッション。デモリッションからデモリッション、ケージフォースにつながるんだよね。そうですね、そうですね。あのケージフォースとか JTC とか。 JTC ですね。そうだ、 JTC が今出てこなかった。 JTC も出た。出てましたよ。 JTC 優勝してデモリッション出てJTC 優勝。じゃあアマシュートは出てない。アマシュートで出てます。なんかあのその時は、うん、なんかそのアマシューを、うん、あのどっか優勝とか、まあ、全日本とかで成績残してないと、うん、プロライセンス出せないみたいな、うん、しきたりがあって。まだお堅い時代ね。そうです、そうです。それで、うん、なんかその世代で出てなくてプロシューターになったのが、うん、中原太陽さんです、ね、あ、初めて。それでなんかちょっと話題になって、 あの時代だ。そのちょっと前にシュート出てたから、うん、その時はマッシュ出な一回出てくれって言われて、うん、あ、段階としてね、まあ、言っても別に大丈夫か、うん、なんか坂本さんに言われて、 デモリッションで何戦かもう一応プロとしてやってたんで、うん、ですけど出て優勝して、でそこからプロシューターになったんで、だからデモリッション 3,4 戦してからプロシュートデビューって感じでした、ね。
じゃあそういう、じゃあそれ何年ですか、何年、2000年前半だよね。そうですね。3、4、2005ぐらいじゃないですか、ね、そうだね、そのぐらい、そのぐらいの時だね、はい、まだ結構あのシュートもお堅い実績というか、そうですね、いろいろとね、まあちょっといろいろなことがありましたね、シュートもね、いろいろありました、ありました、まあ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 、そこもちょっと俺も部外者なんであんまり話す、言わない方がいいと思います。慶州カーとシュートの関係もいろいろあったじゃないですか。そうですよね、はい、そこの渦中に、だ慶州会側でしょ、慶州会、俺シュート側の方から見た慶州会、慶州会から見たっていうのもいろいろあると思う、うん、まあ、そこ言うとなんかいろいろとまた問題になりそうなんで、うん、また所沢の呼び出し食らっちゃうんで。社長から、そう、夜中に呼び出され食らっちゃうこともあるので、元社長から、はい、ちょっとそれは言わないようにしたいと思います。で今 MMA 側から見た柔術ってどういう風に見えてますか。UFC ファイターから見た柔術、そうですね、僕個人からで、そう、もう俺なんて柔術のど真ん中にどっぷりとかかっちゃってるから、俺らの中での常識がもう非常識だったり、まあ俺がね MMA のこと全く知らないと同じで、その MMA のファイターから見た柔術ってどんな感じなのかなっていうの、ちょっとそれは興味あるんだけど、そうですね、どうなんだろう、すげえ頭真っ白になっちゃいましたね。っていう感じだから、もう全然柔術の連盟が いっぱいあるとか、いっぱいありますよね。あ、そういうのも分かってる、まあ分かって、僕はなんとなくですけど、ぼんやりと、はい、そのさっき来るときにお話してもらった、そうそう、もう実はね、もうもうここに移動するまでの車の中で、はい、もう2時間以上話してね、そうですね、それが一番面白かったんじゃないかっていう話が、まあ、いろいろありましたからね、話せない写真が、話せない話がいっぱいありましたから ね、 そうなんですよね、けどためになったでしょ。いや面白かったです、非常に。そう、なんか IBJJF、 そう、 JBJJF もあるし、IBJJF の子会社が JBJJF で、で JJFJ もあって、ヒクソン系列があって、あとエジソンとジョーン・シューバーがやってる SJJIF があると、あとジャンジャック・マチャトがやってる呪術ワールドリーグもあるし、ロシアでやってる ACB もあるし、ブラジルでやってる CBJJE、 コンフェデラセオン、 CBJJ、 コンフェデラセオンブラジリアン呪術エスポルチーバ。いろんなところで独自に世界大会をやってますよって話をしたんだよね。けどどれに勝っても世界王者になれま、世界王者名乗れますよっていう話をね、だこれからはもうそっち方面で狙っていくのもいいんじゃないかっていう。そうですね、出たいですね、世界チャンピオン、世界チャンピオンになりたいでしょ、一番取りやすい世界チャンピオンから。そうもう世界チャンピオン大安売りですから。でもね、 IBJJF っていう格というか、そうだって、ここにいる人たちは多分 IBJJF ぐらいしか、IBJJF しか知らないと思うもんね、うん、それが一番まあ権威が、権威がある。 SJJIF 知ってる人いますか、 SJJIF。 あ、いますね、パラパラ。呪術ワールドリーグ知ってる人いますか、あ、いますね。ACB 知ってる人、あ、いますね。マニア、マニアだけ一人いますね。一人だけ。 CBJJE 知ってます、CBJJ の方が知ってるんだ。その人、そのいろんな連盟があって、全部にワールドチャンピオンがいると、うん、だから日本にも、JBJJF があって、 JJFJ があって、 SJJJF があって、全部に全日本選手権があるから、どの大会で勝ったとしても全日本、全日本王者は名乗れると言うけど、 JBJJF が一番規模大きくて、はい、で SJJJF の、全日本選手権は11月に初開催されると、11月18日かな。で JJFJ の全日本選手権ももう終わったのかな、あれこれからかな、あるのかなって感じで、結構もうその連盟ごとに連、あの全日本があるから、うん、で出る側からしたらまあ全部選べるからいいんだけど、どれがいい悪いってわけじゃなくて、あ、まあ出る側が選べるっていうのは一つのいいことかなと思ってますけどね、うん、だから USC もそう、 USC があってベラトールがあってワンがあってみたいな、どのチャンピオンもいるっていう、どのチャンピオンもワールドチャンピオンって名乗ってるのかな、名乗ってないですかね、けどヘビー級チャンピオンみたいなのは何人かいるわけじゃん、はい、はい、そうですね、そうだ、そういう感じだよね、シュートのチャンピオンもいるし、うん、ディープのチャンピオンもいるし、シュート世界チャンピオンですからね、そうでしょ、シュートっていうところの世界チャンピオンだから、はい、環太平洋もあるしね、そうですね、だそういう感じで呪術もいろいろ連盟ありますよって話をしてて、
感じですよね、うん、そういうところも出てみたいと。出てみたいですね。具体的になんかいつ出ようとか何かありますかプランは。いや結局オファー有志側のオファー次第っていうところもあるんでちょっと時期とか決められないのはあれですけどね。そうやっぱりもう UFC 最優先。そうですね。けど結構みんな UFC とか UFC に限らず MMA をリタイアしてから柔術に来る人も結構いますよね。もう最近そうですよね。 UFC に限らずっていうか、うん、国内だと日本の MMA ファイターも今出ようとしてたりとか。長男さんもね。そうですね出てるし、弘中さんとかも。そう弘中くんも最近は分かんないですけど、ただ弘中くんだって現役当時だってほらブラジルまで行って練習しちゃうぐらい勝ちだし、テレレンとか、テレレンとサンパウロの TT 呪術行ってましたね。あと上松さんも MMA やりつつ呪術もやってましたね。あと誰かな MMA やりつつ、剛蔵さん、ああ塩田剛蔵さん、逆パターンですか。あの人は呪術家が MMA に行ったって感じ、はい、であと福本陽一、福本陽一、あ柔術、あ出てますね、紫で出て優勝してました。滝田ジェイ太郎、宮沢くんもそう。あだってあれもそう、ヒロの選手、ヒロの竹安慶州会、はい、ヒロのさんだ。この間までアジア出てましたからね。そうですね、アジアの決勝で宇野薫の兄貴に負けたのかな。あだびっくりしましたね、あのヒロの選手が柔術やってしかも青帯で出てるっていう。トライフォース五反田、五反田でそういうちょっと MMA を引退した人たちが柔術復帰っていうのも結構面白いパターンかなと思いますけど、けどまだまだ MMA は頑張ると。そうですね。いつまで頑張りますか MMA。 いや分かんないです、ね、今いくつですか。今34です。34歳、うん、やっぱ MMA やっても10年以上。10年、そうですね、16年ぐらいやってますね。じゃあ柔術歴、その中で柔術歴は何年ですか。初期の頃やってなかったんでしょ。やってなかったです、全然やってなかったですね。まあちゃんと、まあ頻度があれなんでね、まあ何年っていう言う感じではないですけど、はい、けど今定期的に技の練習はしてるんですか。そうですね、ハイサムとか。お、ハイサム先生。ハイサム先生とかトーマス先生とか。カルペディエム。カルペディエムお邪魔して。カルペディエムですよこの人。そうですね、存じております。はい、じゃあカルピディウムに出稽古みたいな感じで技の練習をしてる。そうですね、技の練習も脳技もやってます。脳技もやって、はい、ハイサムが今日試合っていうか、あ今クインテッドですね、やってるぐらいのあれですけど、だからそのために脳技、まあの練習多めでしたね。あ、だってハイサムはだってね今 X ファイト、ああそうですね、あので岡見選手と、LDH、のね練習したりしてるもんね。そうですね、なかなか、そこからも慶州会の、ね、流れもあるわけだし、うん、つながりもあると、はい、なんでハイサムとかで練習するようになったんですか。カルペディウムに行くきっかけというか、昼柔術で、あパラエストラの、はい、パラエストラの昼柔術で行ってて、横井さんがと来てて練習するようになって、うん、で重量級もうちょっと練習来てくださいよみたいな感じで、で、まあ、あのカルペの方に、そう横井さんが先に行ってて、あの大きい人たちがやってる、そう、ね、はい、そう重量級練習に誘われて、そこからですね。でそこでもう10でじゃあそこもそこでもやってるし、頂き呪術でもやってる。頂き呪術は全然行ってないです最近は。あもう行ってない。もう、はい、じゃあもうそこでカルペの要はプロレーみたいな感じでしょあれ。まあそうですね、あれ誰でも行けるの。うん、まあインビテーションがあれば。インビテーションです、一元さんお断り的な。まあそうっすね、わかんないですけどね。こバラエストラ雇用の人来ましたよ。でもアンディコング、いやアンディコングかな、あれがあの坊主の、うん、なんかレイヤーじゃないでしょ。レイヤーじゃない、レイヤーわかります。松本レイヤーっすね。松本レイヤーじゃねえよ、なんだっけ。松島レイヤー違うよ、峯岸。峯岸全然違う、全然違うじゃん。どちら様だよすいません、にわか知識が。で坊主の人、パレスラこの坊主の人、なんか外国人みたいな顔をしてる。目がアンディさんじゃなくて、アンディさんじゃない。あ、アンディコング、それ、それがアンディコングだと思う。あ、そうなんですね。はい、来てました。最近あいつもほらあのイゴールとかと仲良くなって、そうマッチョな。そう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 。あ、そうなんだ、やりましたね。あ、本当。はい、
でかい、まあ、でかい人。そうですね、でかくてまああの感じぐらいの人であればみたいな感じですかね。あ、そういう人なら来ていいですよと。多分別に僕が決めてるわけじゃないんで分かんないですけどまあ主催者ではないと、はい、そんな感じで充実とも付き合ってると。そうですね。で今ね、この VHS からサポートを受けて、はい、道着の、かっこいいね、道着もモチベーションが。どうですか VHS の道着の着心地は。うん、最高っすよね。どこら辺が、うん、どこら辺が。今まで何の道着着てたんですか。それ以前はもう特に決めずです。デザインとかではなくて、も機動性みたいな感じ。うーん、まあ道着そうですね、はい。でもVHTS のはずっとかっこいいと思ってました。本当に。いや本当に、まあ、宇野さんが来てたから知ってとか。確かに宇野薫が来てました。宇野薫最初っていうか、あのコラボモデルも出ましたからね。ああ、そうですよね。100100も、そういうの見ててずっとかっこいいなと思ってて。宇野薫もだってね、あのリバーサルともやって VHTS ともやってスクランブルともやって、なんかこんもり感がコラボやりちんですねこんもり感、うん、もう結構いろんなところとやりまくってますよいいんでしょうか。そうですよね、いろんなね、ジムとかもやってますもんね。ね、北岡さんとか。なかなかちょっとそれも商売上手だなと。そうですね、思う今日この頃がありますけどもね、はい、VHTS はもう宇野薫以上に頑張るとそうですね、わかんないけど、はい、じゃあいつか VHTS の道着を着て試合を出る姿を見れますか。はい、もちろんです、はい、じゃあその日を楽しみに待ちたいと思います。はい、はい、じゃあそんな感じで VHC… あ、牛山さん、なんか質問ありますか。なんかいるだけになってますけど。いるだけでいいって言いないでしょ。じゃあなんかありますか。なんかありますか。だってここの交流はあるんですか。いや、ないですよね。カルペディウムつながりでしょ。昼呪術でなんか何回か一緒になったことありますよ。あ、パレ島のパレ島の。でも私がそのやっぱ重量級の男性とやるってことないじゃないですか、うんうん、やっても多分私でも練習相手にもならないし。いやいやいや、だからもうチラッと見て、あ、すごいなと思って端っこでやるみたいないやいやいや、ま、VHS との出会いってどういうお声がかかったんですか。どうやって。お、いいね、スポンサー対応的な質問。中原太陽さんが、あのジャパンの平賀社長の、うん、ゴッズだ。同じ、そうですね、ジムでゴッズだ。で、中原太陽さん先輩なんで、研修会の。それで、あのなんだっけな、 VHTS の話になったのかな、うん、あのゴールドジムで一緒にっていうか、トレーニングしてる時にタイミング一緒になって、うん、なんかそうですね、あれなんだっけな、あ、わかんないです。なんかで話、その話なんですね。 VHTS 結構ぼんやりした感じで、なんかきっかけがあるわけでもなく、誰かゴッツで来てた人がいたから、うんうんうん、来てる人多いですねとか、そういう話だと思うんですけど、うんうん、あ、社長がいるからだよみたいな感じで、あ、最近多いですね的な、はい、じゃあ雑談から。そうです、だからもうぜひ紹介してくださいっつって。え、じゃあ乗っかったんだ。だからもう VHTS も前から好きだったからです、うん、アピール。そう、買ってなかったけど買ってないけど、はい、気にはなってたと。そうです。だから来てみてどうで、よかったと。よくバッチリ最高ですよ、かっこいいし。で、道着も着て、ラッシュも着て、ファイトパンツも着て、うん、え、じゃあ UFC の時もこういうの履いて出るんですか。いや、今 UFC リーボック契約。あ、そうだ。え、じゃあ UFC でリーボック契約してるから、他で契約とかの、そのスポンサーとか受けてなかったんですか。そう、だって道着のイメージないもんね。だからその VHS でサポートされて初めてなんか道着姿を見た的な。道着、そうですね、道着はもらったこと、まあ、あんまりないですね、うん、ちゃんとそういう風に。じゃあその VHS に スポンサーと受ける以前から柔術の練習はしてたんだよね。してました。うん、結構お会いしてましたし、はい、シルジュの時は。あ、ちょこちょこはもう普通に、じゃあ普通に練習の一環としてはやってたんだね。そうですね、やってます。やっぱそういう MMA ファイター多いんですか。あ、そうですね、あとあれ北田さんもね、うん、最近柔術ヒルジュも行ったりとか、大会出ましたよね。北田、出てない、北田さん。あ、わかんない、としあきさん。でも確かイグルーとかでも練習してますもんね。そうですよね、あれ今イグルーのインストラクターですよね。そうです、はい、結構ね、 MMA やりながら柔術、昔は多分本当 MMA 柔術って感じだったけど、最近本当そうですね、柔術も頻繁に練習、大会出るのか。柔術から出るのか、柔術のクラス出てやる人
あ、ね、いい関係ですよね。そうですね、やっぱあれだよね、 MMA の選手たちもだからちょっと一段落すると柔術の方に入ってくる感はありますね。マスターもあるし、マスターカテゴリー、じゃあマスターぐらいだ。って宇野選手はだって最初アダルトですけど今マスターで出てるもんね。この間のアジアもマスターでって優勝したし、うん、いい刺激になりますね。柔術やってる人もいい刺激になると。そうだ、だ MMA はもう本当にもう MMA って一つの体重でしか区切られてないけど、柔術は帯色の、そうですよね、帯色もあるし体重もあるし年齢カテゴリーもあるし、だから本当自分の同じような技術レベルで同じような体重で同じような年齢の人と試合できるからね。だから本当にもう無理なくやれるし、それが柔術のすごくいいところのかなとちょっと思いますね。今やってる人たち、うん、まあ人によると思うんですけど、うん、対戦する、うん、あの割と有名なレジェンドファイターだったりする、うん、宇野さんとかとやるってなったら、うん、やっぱ絶対負けたくねえなみたいなのあるんですかね。いや、もう宇野カオルに負けないのはしょうがねえなと思うんじゃないですかね。いや一般人ですよ、だってやってみたいなって人はいますけど、もし負けてもいいけどやってみたいって人はいました。やっぱりどんなもんだみたいな、そう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 、興味本あるかもしれない、食ってやろうみたいな。いやどうなんだろう、もう俺がそういう有名選手が相手だったらもういいやって、もう、もう結構諦めるよ俺は。もしね、そうだったら。まあ人によるって感じですね。いやもういや絶対こっちで負けないって思うようなハングリー精神の人もいるだろうし、うん、俺みたいな生クラの人はもういいよもうあんなの。もう相手が悪かったみたいになるじゃん。負けでもともとみたいになるじゃん。例えば茶帯でミドル級でマスター2でしょ、34だから。あ、マスター1か、ワンですね、に出てきて中村慶太郎バンって出てきたらもうそれだけでブルーになると思うよ相手。そうですか、ね、慶太郎かよ多いみたいな。よし、そうならない、マスターに来たのにみたいな。俺マスターなんですけどみたいな、おめえマスターかよみたいな感じになるじゃん。UFC ファイターがマスター出てきたみたいな感じ、そこまで勝ちたいの必死だなみたいな。そういう感じになると思うよ。貧縮分かんねえけど、そうどうなんですかそこら辺。出るとしたらアダルト、マスター、うーん、まあでも最初はマスターとか思っちゃいますけどね。そうそうそう、日和ですかね、うん、手始めにね。そうそうそう、思いますけどね。だけど宇野選手もほら最初はアダルト出て、最初からそう、最初はアダルト出てもう今はマスターに落ち着いたので、うん、まあ、別にそれそれでいいと思います。その人のスタンスもあるし、うん、はい、もうね主従すぎて、でもうあの趣味として、うん、だからそれこそ呪術で世界取ってやるみたいな、そんなギラギラ感もそんなないだろうし。ああ、あんのかな、よくわかんないけど勝手な推測ですけど。それはそれでいいかなと思いますよ、うん、はい、こんな感じでよろしいでしょうか、はい、VCS プレゼンツ BJJ ウェーブ、橋本圭でした。中村圭太郎でした。内山由紀でした。はい、また次回 お目にかかりたいと思います。さよなら。